ハーブなどとして売られていた危険ドラッグを使ったドライバーによる交通事故が東京都内で今年11件発生しています。警視庁は使われたドラッグの分析を進めていますが、鑑定が終わった6件のうち5件で事故当時法律の規制が及んでいなかった成分が検出されたことが分かりました。警視庁によりますと、歩行者8人が死傷した東京池袋の事件など5件で検出されたのは合成カンナビノイドと呼ばれる大麻に似た成分で、依存性が高く大麻よりも人の中枢神経への作用が40倍ほど強いとみられるということです。専門家は海外の当局と連携するなど迅速に法規制を進めることの必要性などを指摘しています。情報が全くないものが出てきておりますので、それを人が摂取した場合、使った場合にどういう作用が出るかというのは誰も予測できませんので、非常に危険なことだと思います。